はい、皆さんこんにちは。繊細なライフスタイルチャンネルの向井です。そして今日は繊細ライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、竹内さんありがとうございます。はい、今日はね、山梨県大月市大月エコの里の棚田からお届けしております。7月ね21ということで、昨日ね町田で暑い畑のスクールをやってきました。37度でしたからね、暑かったですね。はい、今日もねまだまだ暑いんですけど、田んぼはでもね気持ちいいですよね。いや、やっぱりいいですよね、田んぼね。しかも棚田で、あのこれぐらいの小ささだと自給もしやすいし、草取りとか育てても達成感ありますよね。はい、こちらの棚田はね、今年で棚田再生をして8年目になります。はい、竹内さんからね譲っていただいた農林48号の種もみをずっとつないでいます。やり方もね、竹内さんの自然稲作ということで、無農薬無化学肥料、基本米ぬかだけでね結構育ってますよね。いやー、いいですよ。いろいろねありましたけど、今年はいいんじゃないですか。本当ですか。うん、はい、じゃあちょっと今ね7月20日で、このあと8月に向かってちょっとこの田んぼのこうこんなことに注意した方がいいとか、今後のポイントみたいなことをですね、ちょっと教えていただければと思います。はい、そうですね、こうやって穂が出る時が毎年一緒だったりすると、例えば8月の15日ぐらい、お盆ぐらいに穂が出るとしたら、だいたい8月の1日とか7月の31日ぐらいにつわりが始まるみたいな形で、稲のこの葉っぱの中に穂が生まれるっていう形で、葉水形成期なんて言ったりする大切な時期が来るので、まあそれまでにこの田んぼのね赤ちゃんがちゃんと穂が出てくれるように、何ができるかな、何をしない方がいいのかなってことをちょっとアドバイスすると、まあパッと見た時に色がみんな同じような色してるのでバッチリです。よかった。水入るところだけ黄色かったり、もしくはどっか真っ黒く色が椿の葉っぱみたいになってたりしたら、そこだけ養分濃いとか薄いとか、水の温度が低いとか高いとかってあるんですけど、大体同じ色してるので、まあ同じ日に穂が出るんじゃないかなってね、これまでは OK。しかも草もほとんど生えてなくて、はい、この干し草っていうね、無肥料栽培に近くなってくると出てくる、低栄養の田んぼに出てくるね、この草ぐらいで、稲がしっかり根っこを張って、根っこからロパシ出て草を抑えてるのバッチシです。まあ、強いて言えば、これから1週間ぐらいの間限定で、ちょっと水を払って、溝切り機かなんかで溝を切ってあげると、この田んぼはね、火山灰土で水はけがものすごくいいので、いわゆる中干し、ひびが割れるまでなんてやっちゃったら、逆に根っこ切れちゃうリスクがあるんですけど、水を払ってあげるとこの中にあるドブ臭いっていうか、田んぼ特有のガスが抜けて、で酸素が入って、で水を追いかけて下にしっかり稲の根っこが張ってくれて、稲刈りまでしっかり葉っぱも根っこも枯れない、元気な稲の根っこが最後に出てくるので、それを応援できるかなっていう形ですね。なので、まあ梅雨も明けたので、今日明日ぐらいからもう水を入れなくて、もしくは水捨てるところがあったら水を捨てちゃって、それでちょっと4日ぐらい硬くなってきたら、いわゆる溝切り機で溝切って、そして7月の31日ぐらいからこの中で穂の赤ちゃんが育ってますから、今年暑いんで多分早いと思うんですよね。なので穂が出る2週間前は田んぼにも入っちゃいけないし、水も切らしちゃいけないので、その溝に、滑り台に水を流すかのように、その溝に水を流し始めて、いつでも放出できてもいいですよみたいな形に根っこをね発達させてあげるとすごくいいと思います。はい、ありがとうございます。そう、去年とかね、そういうちょっと溝切り機の使い方みたいな動画も、はい、ございますので、概要欄に貼っておきます。はい、ということで、竹内さんありがとうございました。このなかなかやっぱりね、化学肥料を使わないとか農薬使わないやり方の稲作の方法ってね、本当になかなか情報がなくて、いろんなやっぱりね、そういう工夫をすることで、でも使わなくてもできるよっていうところがね、すごいこの魅力だなというふうに思っていますので、はい、竹内さんのね、自然稲作コースも絶賛開催中ですよね。そうですね。はい、まあ、もうほとんど稲刈りまですることないんですけど、8月は見学会、稲作の見学会と高温対策。最近暑くて稲がね、胴割れしちゃったり、カメムシが食べちゃったり、いろんなことがあるので、
高温対策っていう形で勉強会と見学会をやってるので、もしね自然稲作勉強したいなっていう方は自然サイエンススクール自然稲作コース待ってます。はい、じゃあぜひぜひね、あのホームページの方もご覧ください。また、大月江湖の里にもね ぜひね足を運んでいただければというふうに思います。はい、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。